この度、中国法廷各位、弁護士、国防部の各位、小主席の方々を煩わしましたことにつき、厚く御礼申し上げます。ただ、不慮、非戦闘員の虐殺、南京虐殺事件の罪名は絶対にお受けできません。お断りいたします。死を賜りましたことについては、天なりと感じ、命なりと諦め、日本男児の最後のいかなるものであるかをお見せいたします。今後は我々を最後として、我々の生命をもって残余の戦犯嫌疑者の公正なる裁判に変えられんことをお願いいたします。宣伝や政策的意味を持って死刑を判決したり、面目を持って感情的に判決したり、あるいは公選8年の恨みを晴らさんがため、一方的裁判をしたりされないよう祈願いたします。我々は死刑を執行されて迂回に散りましても、帰国を恨むものではありません。我々の死が、中国と日本の楔となり、両国の提携となり、東洋平和の人柱となり、ひいては世界平和が到来することを喜ぶものであります。何卒、我々の死を犬死に、年たらしめないよう、これだけを祈願いたします。中国、万歳。日本、万歳。天皇陛下、万歳。